まあ、半分暮らしやすくもあり暮らしにくくもあるかなっていうところですね。難しいところですね。僕は暮らしやすいです。僕自身は当たり前に存在してるっていうことの認識がないかなっていう。すぐ隣にいるよっていうことは誰しも分かってるわけじゃないというか、もう分かってる人が少なすぎるっていうのは多分問題かなと思います。ただそのここにいるんだよっていうのを分かってくれた時には結構温かいんじゃないかなっていうのは思います僕は。はい、学校の友達とか大体みんなカミングアウトしてるというかしちゃったので、はい、普通になんかした方がよりなんか仲良くなれたかなっていうのはあります。はい、一般的には多分暮らしにくいけど、でも私の周りは割と寛容です。家族以外は寛容です。確かにそれね、それね、それはね、本当それだ。家族以外は寛容です。家族が家族だけには言えないし、まあ、行ったところで殺されかねないだろうなみたいなのありますよね。周りはなんかいいけど、自分の子だとやっぱ結婚してほしいのが多分あるんだと思います。テレビ見ててもね、ね、いいって言いつつね、まあ自分の子だったらもう無理ないよねみたいな、そんな雰囲気がありますね。それね。なんか言われないけど、こうしてほしいっていう願望があって、そう幸せに結婚して子供を産んでほしいみたいなのがすっごい言われるから、なんか申し訳ない。わかるわかる。怒られるんじゃなくて申し訳ないです。この間そう、ここにボラン、私ボランティアなんでボランティアに来るって言った時に親にバレたので言ったら、うーんみたいな。いや、物理的な暴力とかは海外から比べたら随分少ないとは思いますけども、学校のいじめとかに代表されるように、からかいの対象だったりするんで、全然その暮らしやすい国ではないですよ。もうお釜呼ばわりされることとかあったりとかしますし、あいつちょっとお釜っぽいよみたいなこと言われたりとかありましたから、それを言われないように言われないように隠すっていくのがなんかすごくデフォルトになっちゃって、多分他の今の若い子もそんなに変わってないと思うんですよね。それが大人になってからは、私の場合は会社勤めを辞めちゃったのですごく楽に生きてますけども、実際例えば会社勤めしててトランスして生活するっていうとすごい大変だと思います。暮らしにくいと思います。理解してない人が多いので、まず女性同士とか男性同士で手をつないでたりするだけで気持ち悪いとか、なんでっていう目で見たりとかする部分と、あとテレビだったりその身近な人と話してても、性的少数派の人を全て人とくくりにしていて、そのニューハーフの人イコールゲイだったり、みんな女性になりたい男性とか、男性になりたい女性っていう風に思ってしまってる。そうですね、最近すごく住みやすくなってると思います。東京に来てからすごいこういっぱい知り合いが増えたのと、同じ考え方の思考の人が増えたし、あと普通に結婚されている方とか小さいお子さんとかも積極的に声かけてくれて、理解がすごく浸透しているので。はい。昔に比べればあれじゃない、暮らしやすくはなったと思うけど、インターネットの普及とかでもう公開してる人とかもすごい増えたし、それで仲間を見つけやすくなって、コミュニティもすごい参加しやすくなってるので、すごいこう友達とかがすぐに見つかるし、共有できる人とかもすぐできるので、すごく住みやすいし、こういろんな話がこう自然に本音で話せる友達がすぐにできる環境なので助かってます。やっぱり両親にはまだこう言えないことがあって、やっぱ言ってない、こう年齢が高い人ほどまだその考えが固くて変わらないというか、というイメージは強いですね。あと企業とかでもこうちょっとまだそういう人だと分かると、こうどっか回されたりとかっていう話もちらほら知り合いの中で聞くので、
まだまだそういう分野では理解は得られてない部分もまだまだあるのかなっていうのは思います。何か聞こえちゃうかそういうことをあまり気にしたことがないっていう。ないこっちこっちこっちでも気にならないってことは逆にいいことじゃない。僕は良かったと思いますね。賛否両論ありますけど、まあ何でしょうね、 LGBT の政治目的利用みたいなところ言われますけど、結局そういうのも利用していかないと、こっちも利用してやるぐらいのなんか気概を持って LGBT の仕上がってやるぞぐらいのなんかあってもいいんじゃないかなって僕は思います。まあいいんじゃないですか。いいけどは、なんだろうな、別にね、ね、嬉しいけどまだ先だしね。それよりも私は子供がどうにか産めるように、なんかあの女の子同士でも子供持てるようにしてほしいです。どっちかっていうと、ね、そっちなんだよね。子供欲しいんだよ ね, ね子供は欲しいんだよいや別に精子提供でもいいんですけど、あのやっぱり結婚してないと精子提供日本で難しいんで、そういうのが一番あれです。金銭すごいだから絶対毎年やってたもんだと思って、ね、私はいいと思うし、なんかなんだろう、あ、一応ね、一応微妙な位置なんですけど、まあ、なんか あんな風に大々的に放送されなきゃいけないんだなって考えるのがまだちょっと悲しさは逆にありますね。それは逆にね、逆にあるよね普通にだからやっちゃう、ちょっと悲しいよね。それが当たり前じゃないんだ、ちょっと悲しいな。ですね、プロパガンダとしてはとても素晴らしいことだと思います。ただ内容について言うと、あれは別に同性婚的なものでも何でもないですし、正直な話、あそこに書かれている内容であれば LGBT の人権をちゃんと守ってくれれば、あの病院の話であるとか住まいの話であるとかはあの解決するはずなんですよね。つまりそのパートナーシップがあると、証明書があるないは関係なく、本来ならクリアしなきゃいけないことだと思ってます。ちょっとなんか急ぎすぎてる感じがします。まだ理解されてない部分が多いのに、その渋谷区だけでそれを先行して行ってても、それがパートナーシップっていうものが何なのかっていう説明がされてないまま実行されても反対が多くなってしまうので、やっぱりもう少しみんなにどういうものかっていうのを分かってもらってから実行した方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。僕ちょうど渋谷に住んでるので、あのパートナーとぜひそういうのをしたいと思ってます。できたらパートナーがいればの話。そうそう、当たり前にいるよっていうことをみんな分かってくれる、まあ、例えばですけどその学校教育とかで、いや当たり前にいるんだよっていうことをもうちょっと小さい頃から分かってもらうっていうこととか、そういうのが大事なんじゃないかなと思います。なんかやっぱ大人になればそこまで差別はされないことが多いけど、まあ社会的には別として、その仕事とかじゃなくその友達とかはされにくいけど、子供はやっぱね、いじめとかにあったりとかも多いし、あとはまあ会社もね、働きづらいとかあるから、まあそういうのはやめてほしい。多少のね、理解できないはしょうがないと思うんですけど、それで生活しづらいのはちょっと嫌ですねなんか学校とかでやりづらいことある？いや、ないです、私は。私もない。うん、ね、ない。全然もう気にしないで学校に彼女連れてってます、私。元ですけど。学校は普通に今専門なんで、もう自由ですけど、多分いるんだろうけど、知らないから、なんかもっとみんな行ってくれたらいいのになって思いつつ、あのイベントの期間はブレスとかあえてつけて行ってるっていう自分の気持ち的な問題で、もっとみんな行きやすくすればいいのになみたいな気持ちがあってやってます、うん、まあね、どうだろうね、なんだろう、みんな堂々とカムすれば多分もっといっぱい出てくると思うんで、みんな堂々と言ってください普通にいるはず、いるはず、うん、てかね、むしろ周りよりも自分から変わればね、周りも変わってくれるからね、別にね、周りにどうしろってストレートの子には言わないし、うん、逆にそのセクマイさんがもう堂々と、もう私はもうセクマイさんです、 LGBT ですって言えばいいと思います、私は全然自分が恥ずかしがってることはないよ ね、そこはね、言いづらいって思ってるからね、逆にね、そう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 、周りも変な目で見るなと思いますまずは、なんだろう、もっと LGBT の当事者が
声を上げられるような環境づくり、結局今こんなに盛り上がっていても、あのメディアとかに出てるのは一部の当事者だけで、ほとんどみんな自分の身近に LGBT がいること知らないですよね。だから なかなか話が進まないっていうか、トランスジェンダーとかゲイとかいろんな変わったマイノリティの人たちのお話を聞けるような番組を最近始めました。よかったら見てください。隠してる人の方が多いと思うので、あの隠さずに自分はセクシャルマイノリティであるとか LGBT だっていうことを言えるような世の中になったらいいなと思いますね。その条例がこうできたのが渋谷が今回初めてってことなんですけど、その稟議書とかを提出しているところは他の地域とかでも様々にあるので、どんどんそういうのが浸透していくのではないかなっていう期待をしています。はい。ほぼクマちゃんが全部話してるからまあでもその条例ができたっていうところで、まだこれからやっとその実際に病院でその例えば家族でないものもその面会ができるのかとか、そういうのは結局企業であったりとかそこら辺がそのまあやるかやらないかの判断になってくるので、もうちょっとこう具体的なところにどんどん早く進めていってほしいなっていうのもありますね。はい、ありがとうございます。はい、とても良かったです。Hey guys, it's Yuta again. Well, I really enjoyed interviewing them because they had such interesting stories and also they were very lovely people. Well, my book also has stories of a Japanese bisexual woman and also a British gay guy, so check this out. Or you can check out how to tell if a Japanese girl is interested in you. Alright, see you guys later. Ciao, ciao!